必修科目以外では日常の生活の中での出来事も学習として認められていることがたくさんあるんです。体力づくりと気分転換のためにアットマークインターハイスクールに入る前から通っていたスイミングなんだけど、これも単位取得のためになるなんて得した感じでしょ。そうなんです。普段の生活の中での出来事も本校では学習の機会として捉えています。例えばみゆきちゃんが毎週通っているスイミングやトレーニングは必修科目である体育のコントラクトとして認定されています。さらにフラワーショップでのアルバイトも実務教育として認められているのです。ありがとうございました。コントラクトに従って進められた学習は定期的にユーザーカレンダーを使ってサポートティーチャーに報告します。さらにどの程度学習が進んでいるのかアチーブメントに毎日の学習時間を記入することで単位取得までの学習の進み具合が一目でわかります。そうなんです。こうして定期的にサポートティーチャーに報告するので適切なアドバイスも入るし、この表を見れば学習の進み具合も一目瞭然、目標も作りやすいんですよ。アットマークインターハイスクールの卒業規定単位は19単位。自分の学びたいことをコントラクトとして設定し学習を進め、普段の生活をも学習として認定単位としています。さらにこの19単位を取得すればアメリカ・ワシントン州の公認高校卒業資格も発行されるのです。こうして作り出したコントラクトに従って進める学習は1単位あたり150時間、一人一人のペースに合わせて無理なく学習できます。そして毎日の学習はサポートティーチャーとの連携やインターネットはもちろん、学生一人一人の環境すべてが学習の機会となるのです。自らが知りたい、学びたいという学習意欲は両親や友人から、そしてインターネットを通じた世界中の人々から素晴らしい情報を得て高めることができるのです。本当に世界は広い。こうしてインターネットを開いているとなおのこと痛感します。将来は狭い日本を飛び出してアメリカで勉強したいと思っています。